皆さんこんばんは。ゼアビリオンズやっていきたいと思います。さあ前回ね、海岸クリアしてね、今回は渡りガラスの鉱山やっていこうかなと思います。でこちらに関しては、やっぱりね農場欲しいというのでこちらをゲットしました。でね、あんまし別にここら辺アップグレードしたからってどうなるかっていうと、今んところはそうでもない。食料とかむしろ金余る。ただね、これはなんだ、商業できるようにはしたいかな。売却できるようにしたいのと、あと今後はなんだろうな、精神研究。こっち行くとまだまだあるんだよね。組み立て部品。あ、ミッション開始時の追加建物バリスタってなってんね。宿屋。俺これ宿屋って知らないんだよね、実は。何の意味があるのか。傭兵は3日ごとに到着します。テスラコイルこっちだね。行きたいね、ここら辺。テスラコイルじゃなくてさ、コンクリート。石材の石のゲートね。あれはどこにあるんだろうね。テスラコイルじゃなくてさ、普通に訓練時間がいる。てか普通にあのスナイパーどこでゲットできんの。鉄筋コンクリート、絶縁材料。この機関銃は周りの敵を自動的に攻撃することができます。価格。いや本来はこっち側からしっかりとやってた方がいいんだろうけどね。でも必要、今のところこれ。あ、ここか。ここもいずれ欲しいね。先にちょっと商業欲しいかな。ま、鉱山行きましょうか。コロニーの人口700人とゴールド生産量2000。はあ、採掘場がいっぱいあるのかな。じゃあ結構条件厳しくなったね。ゴールド生産量2000って、収入2000にしろってことでしょ。あ、なのに下手に建物建てらんないね。あのバン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 バリスタとか建てれないかもね。あ、でもパッと見、あ、もういるわ。もういるな。ここ初めてだな、このマップ。いるね、もう。もういるな。こっちももういるね。うん、どっから行こうかと。上の方になんか資材はいっぱいあるっぽいけどね。ちょっと見てみようか。何、ここら辺は狩猟小屋は、あ、できるんだね。普通にできるわ。で問題は今んところパッと見鉄とか石が見当たんないね。とりあえずお家どう建てようかな。線路よりこっち側にしようか。よし、こっち狭そうだね。危ない危ない。よしよしよし、 OKOK。あ、なんかありそう。テント完了。とりあえず食料っていうよりは材木切り倒したいよね。だ最低限とりあえず
ここまで作ったら次のでこれ作ります。よし、来たね。おい、列車届いたからお金が来た。じゃあまずは木を15 11 11。いやー、まずはね、伸ばさないといけなくなったね。ここにしようか。よし、スイケ。さあ個別に倒していくよ。で、でそれができたら大丈夫かな。これができたら早速木材を、早いのか、置いたか。よし、19、素晴らしい。18、やばいね。ほい、危なかった。どっち側から片付けるか。上の方なんか多そうだよな。こっち行くか。ほい、よしよしよし、食料できたね。でここにちょっとね、綺麗に重ねていきましょうね。よしよし、ほいほい。でここら辺正直ね、食料取れるよね。こうしとかないとここに置けないね。よし、来たな。よし、行くぞ。ちょっとずつ前へ。で次必要になるのが何かっていうと、石材はいずれ必要になるんだな。テスラタワー完了。やばいかも、ちょっと強いね。ほい、ちょっと強いの出てきたな。大丈夫かな。よし、資材があるね。資材がありますか。ね、労働者10か。先に作れるとしたらどこで掘れるかってことなんだよね。これパッと見掘れるよね。ってことで今後は広げていきたいところ。よし、ここら辺なんかもね。ほい、
ほい。痛い。危ない。二人で倒していこう。よし。だいぶ綺麗になったんじゃない？ほい。よし。撃て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 。大丈夫かな？ちょっと強いの出てきたね。早いのが。処理しきれなくなってきちゃうよ。大丈夫かな？で、今度は食料。これ作れるけど、木材はちなみに。龍一か。こっちの方のが掘れそうだね。うん。食料いただきましょう。まあ大丈夫だと思うけど、一応こうしとこう。コマンダー、フォーザコロニー。ほい。どうして？おい、どうして？オッケー。結構早いの来たな。で、お金が余ってきたでしょ？石材がないでしょ？木材読んじゃれば作れるね。先にそっち作っちゃうか。ほい。よし、レベルアップ、レベルアップ。こっちは大丈夫そうだね。ちょっと下行こうか。よし、行け。あんまし行きすぎるとやべえかな。行け行け行け。行き止まりだね。ああ、鉱山があった。そういうことか。よし。工房を。工房をこっちに建てちゃうか。よし。さあ、片付けるぞ。行け行け行け。安全を確保せよ。で、お金が余ってくるだろうから、そしたら先に研究とかをやっちゃうっていうね。三段で行きましょう。Of course, my commander. よしよし。射程も伸びてるからね。よし。食料をゲットしてるね。こんな感じかな、とりあえず。風力発電。さあ、どうでしょう。よし。さあ、行け。通せ。ちょっと強い。片付けの大変だな。ほいほい。こっちまだ大丈夫そうだね。木材工房はまだできてない。おいおい、どうして？ちょっときついかな。ほい。ちょっときつい。やべ、レンジャーが死ぬ。あぶねえ。よし。よし、完成。農場も欲しいけど、バリスタだな。
むしろね、ここ先引く必要ないんですよ。まあ、ここら辺防衛ラインで引いちゃえばいいかなって思うので、こっちの先片付ける必要ないかもね。何も資源なさそうだし。だったらむしろもう戻っちゃって。こっち行きましょう。レンジャーは一旦ここら辺で巡回してもらって、こっちのお片付け行きましょう。こっちの方行かないと取れねえか。で、いろいろ余ってんな。ちょっと今度こっちの方行こうか。急いで、石材取りに行きましょう。ここね。いないよね。ああ、もうここら辺ゾンビいないじゃん。じゃあ、いろいろと作んねえとな。ここはまだ届かないから。製作所。エネルギー供給がないか。ちょっと待とうか。よしよし。いいよ。もうこっち側は安全よ。よし。さあ、よし、出来上がった。材木取ります。あ、返して。素晴らしい。14。ここやっちゃうとな、材木取れなくなっちゃうんだよな。まあこっちで取ればいいか。あ、取れねえか。と考えどこだな。ちょっと待とうか。ほい。さあ、撃って撃って撃って。新しい建物使用可能で、お金余ってんでしょ。農場。で、ここに置いてバリスト置いちゃいます。さあ、歩いてくるぞ。で、さらにテスラタワーを伸ばします。さあ、撃て撃て撃て。さあ、撃って。あ、やばいかも。撃て。よし。痛い。ああ、労働者必要。労働者いないの？労働者届かないかな。金か。18、16。よし。
しょうがないね。労働者がいないんじゃしょうがないじゃないか。うん、お金は手に入るんだけど、あれだね、全然だわ、労働者が。運ばれてくると思ったんだけどね。思いのか運ばれてこないね。下もマップ広いからな、気をつけねえとな、あんまし深く行きすぎると。やばいよな。よし。うん、はい、はい。とりあえずこんなもんか。あとは、ここに沿ってかな。いや、こうだな。ちょっと上が怖いね。農場が可能になった。これよ。よしよし。ここで食料は万端になったな。あとは人口が増えてくんないと困っちゃう。ほい、あまり行き過ぎないようにしないと。テント完了。よし、テント完了してもね、研究が進まないとさ。人手が足んないんだよね。よし、どうしどうし。テスラタワー建てんのも人必要だしな。結構きついぜ。労働者4必要だもんね。これはいくらでも建てれるけど。はい。よし。とりあえずこんなもんか。電力足んなくなっちゃった。ほい。列車到着。よっしゃ、人員来た。やっとよ。まずは風車小屋建てたいでしょ。バリスタが欲しいね。よし。で、あとはお金ないからちょっと待とう。ほいほい、撃て撃て撃て。こっちバリスタ立てばね、とりあえず守りは大丈夫になると思う。大丈夫かな。音に寄せられてきてるよね。あんまし数多いときついけど。よしよし。風車小屋が完成した。結局この先もバリスタだよな。ここに建てたいね。よしよし。バリスタ完成すれば、こっちにいるのなんか。おいでおいでおいで。
おいでおいでができるんだよ。よし。よし。片付けてもらおうか。おいでおいでおいで。テスラタワー。ここ危ねえな。戻ろう。あ、よくない、そんな、よくない。やべやべやべ、来たな、思いのほか。思いのほか来たわ。結構いたな。やられたよ。それでもこの位置に欲しい。でどうしよっかな。あんましあれやっちゃうときついから、ランク上げちゃうか。はい、テントの方がいいんだけどね。さてちょっと出来上がるの待とうか。何もせず。おお、くる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 。完成すれば多少世界が変わる。大丈夫かな。完成して、よし。よし、撃て。鉱山行けるな。で、弊社も450ゴールドで行けるね。多少無理が効くようになったぞ。よし。片付けていこう。向こうの上も怖いよな。正直ね、食料に関して、あ、18日目で来るわ。食料に関してはもう困らないんだよね、農場があるから。問題はあとどうするかだな。あ、そっか、木材製作所13だね。ここら辺だと8とかか。こっちの方かな、行くとするなら。ちょっとこっちに関しては通せん坊しとこう。でこっちの方倒しに行こうか。ほい、金をよこせ。よし。でコテージになるとゴールド18、テントが8。あ、でも若干いいのか。収入を要は増やせってことでしょ。生産量を2000にしなきゃいけないから、やっぱねこういうのにしていかないとダメなんだよね多分。
よし、進んでいこう。ゴールドいっぱいあるね。よしよし、コテージ製作所完了。よし、こっちの方は。襲撃来るとしたらまたこれ両左右かな。とりあえずこっち側のテスラタワーは大丈夫だよね。敵倒しに行こう。どうだ、綺麗になったんじゃないですか。綺麗になったね。あとはこっちの方を広げていくだけですね。これはね、こっちの方まで広げちゃって良さそうだね。一気に広げて大丈夫なレベル。なおかつこう、なおかつまあこうだろうな。耐えろ耐えろ。よし、よしよし、オッケーオッケー。材木重力折れるね。食料はそこまでいらねえんじゃねえかなと思うんだけどね、個人的に。さて待ちましょう。怖いね。こっち側はだいぶいいですね。よし、マイニングしないとね。マイニング、とりあえずここまでだな。こっちも大丈夫そうだね。よしよし、で電力なくなりそうか。ここら辺は防衛で使うからあんましね、こっちの関係ないとこにしときたいよね。仮に下から来るならここら辺が防衛の要になる。で、こっちから来るならここら辺が防衛の要になるから、だからここら辺にバリスタをこう並べるようにしたいね。で、木材が足んねえ。こんなに食料必要かな。今度向こう行くか。よし、下までエネルギー届いてなかったのか。よし、ここまで置けば下の守りはとりあえず第一初段は大丈夫そうだね。あとは
あ、来た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 。結構いいんだよな。よし。とはテスラタワーをこっちも伸ばしていかないといけないよね。いけるか。こっち。こっち行って。よし、テスラタワー完了。320ですね。素晴らしい。で、ちょっと見てみてだな。いなそうだね。よし、おとなしくしてよ。これでこっち側はとりあえず埋めたね。とここら辺の敵をちょっと削りたいぐらいかな。おいで。こっち行こうか。よし。で、とりあえずある程度の守りは固めたよね。で、採掘量増やすためにこういうような形にしていこう。ある程度大丈夫だと思うけど、出来上がれば。よし、11日。で、よし。食料の問題じゃねえんだよなぁと。いかに早くマイニングを探すかってことだから、左下の方もいずれ進まないとだけど、まずはこっち片付けに行くか。ここに置いとくか。よし、守りきるぞ。どう来るかだね。とりあえず70日に間に合うようにやっていけばいいわけだから、そんな焦んなくてもいい気がする。よし。で、怖いのは上から来た場合だよな。こっち農場あるからさ、目削って、ほい、あ、バイ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 、ほい、倒して、あ、まだいけるね。テントどこに作ろうかな。今は怖いからこうしとこう。風力ここに立てといて、こっちもなんかあるかな。とりあえず18日に向けて、ここバリスタ置きたいね。こっち行こうか。
バリスタ置きたいね。おいじょもよ。ここはね、どっちも攻められるようにしたいから。テントもそんな置けねえしな。結構前目に置いちゃおうか。よし。オッケー。これでこっち側は安全だな。で、いまだに私は軍事施設を作ってなかった。これに作っておこう。おっと。危ないね。大丈夫か。よし。結構来ちゃったな。そう、こっからテントやられるのが一番怖いかんね。よし。バリサが完成すればこっち側 OK。急いで18日に向けて こっち開拓しよう。よし。さあ開拓していくよ。正直ここら辺農場行けるんだよね。あと食料取れるとこあっかな。バリバリいける。58。ここら辺だと効果薄いね、やっぱね。26。56。こういう感じにしとこうか。ここはこれ以上進まない防衛ラインをここで構築する予定だからね。まあいずれ農場が邪魔になるかもしれないけど。よし。弊社完成。ちょっと来てもらおうか。おいおいおい。結構こっちもいるね。バリスタはここで分かれてんのか。ここら辺に立てるか。ある程度カバーできるようにしてきたよね。前進。はい、取って取って。よし。あ、こっちの上ねえわ。なんだ、魚取れんじゃない。そういうこと。はいはい。失敗したわ。まあいいか、合流できたと思えば。下から来るってなるとね、もう一個こっち側作りたいんだよね。第一陣だからそうでもねえと思うけど。こっち片付けておくか。
700人でしょ。労働者いねえんだな。そういけ。抜けられることないから一気にこっち行っちゃおうか。多少無理は効く。よし、お金とかマックスだな。なんか使うもあったっけ。ああ、壁を構築するぐらいか。よし、この下もどうなるか分かんねえしな。行くぞ。人間よ来い、労働者来い。お金かよ。いや、労働者来た、ありがたい。どこまで行けっかな。ここにバリスタ来てえな。ここ今いる場所。そこまで行ければだいぶその18日目のウェーブでいいとこまで行けるんじゃないですかね。よし、頑張って。いいよ。下手に動かずバリスタ建築していきましょう。でお金余っちゃってるのもったいないからコテージにしとこう。木材か。結構木材必要になるんだよね。よし、バリスタでも木材使うしね。こうだな。さあ守りきるぞ。ここまで守りきれればまあ18日の防衛としては非常にいいんじゃないでしょうか。上から来てんね。さあマイニングもどうでしょうね。怖いのはここ抜けてきた時はちょっと怖いな。様子見とくか。農場やるにしてもエネルギーが足んねえんだ。エネルギー越しとこう。あ、意外と行き止まりか。あべ、これ縦方向かな、くんの。横方向ミスったかも。これはね、こっち来る可能性あるね。上か下、左右ないわこれ多分。食料は足りエネルギーが足りてねえのか全然。
バリスタ立てたいから16日でしょ。ちょっとお家変えとこうか。農場バリバリの64いけるよね。よし。さあ、めぼしいもあるかな、こっちの方。お前のあんましねえな。こう作るべきだね。よし、これで18日の防衛ライン分はちょうどいいんじゃないか。多分どこ来ても一応はどっかしら防衛のあれができるようにはなってるはず。あと木が余るようなら、まあちょっとした感じでね、埋めときゃいいんじゃないかなと。ここもどっちにしろ必要になんない、いずれ。よし、さあ行け。列車到着。人手は来てるかな。材木さらに切る、余分かもしんねえな。今の状態でやっていきましょう。で、電力足んなくなるからこれに立てよう。よし、さあ端っこまで行っちゃうぞ。みんな頑張ってレベル上がって。上バリスタ完成したね。あと必要になるのはとりあえずないか、まあ、バリスタ今後どこ建てるかってなるけど、可能な限り削っとこう。で、どこ探しに行こうかな。この状態から行くと下探しに行った方がいいかな。結構きついね。結構きつくなってきたな。行け。はい。はい。あとテントまた立てるか。これがあるってことは。こういう感じで立てれるかな。はい、よし。こっち側立てても問題なさそうだけど、ちょっと怖いな。エネルギー伸ばしておこうか。一気にこれで人口は増えるな。お、なんかあるね。そろそろマイニングの方も行きてえからな。鉱山下の方進んでいくか。これは
食料だね。食料増えたってことは、風力発電ができれば、よし。またテントを建てれるんだけど、どこに建てようかな。700人行くぐらいだったら、ちょっとこっちであれやろうか。コテージにしちゃって、今回は。マイニング向かいましょう。前通り増やさないで851。これを2000以上に保たなきゃいけないからよく戦っていかない。でもうそろそろ来るね。これ立っとこう。どっちだ、北か南か。さあそろそろ来るぞ。18日これの動きによってどこにバリスタを追加するか変わってきますね。テスラタワー完了。これも立っとこう。さあ、で買ってけ。金は腐るほどある。よし。とりあえず収入ガンガン増やしていこう。下か。下っていうとどっちだろうな。ちょっと怖えから。ここなのかこっちなのかというとこですよ。よし、ちょっとどっちかわかんねえから、取れる？取れねえか。多分どっちから大丈夫だと思う。よし。さて、どっちの場合でも大丈夫なにしていこう。2つ分しかねえのか。両方対応できるでしょうか。よし、どっちだ。さてこっちじゃねえかな。こっちどうかな。あー、こっちかな。ちょっとわかんないね。よし、パッと見ここだと思うんだよね。ここだと結構きついんだけどね。まあ幸い2つ出来上がるから。
破られないようにしましょう。来るね、こっちだな多分。どうだ、来た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 。よし、あばばばば、あ嘘、そこ行けないの、飲まれた。大丈夫かな、ちょっと怖い。バリスタここに立てるべきだったな。大丈夫かな、いい感じにここら辺がおとりになってくれてるから。どうしどうして、いけいけ、頑張って頑張って頑張って、いけ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 。でそんなこんなやってる間も研究は進むんです。なんとかいったな。ってことは次上来るね。上もどっちか分かんないからね。よし、もうちょっと固めとく必要あったね。来たわ、危ねえ危ねえ。じゃあここ下行こうか、マイニング行こうか。よし、省力化でいきましょう。いいよ。よし、こっちの下は伸ばしていっても大丈夫そうだよね。オッケーオッケー。こっちの方倒していったもんね。よし、こっち結構いるんだよね。さて、食料まだあんのか。食料尽きたね。さあ削っていこう。いいよ、さあ削って削って。マイニングこの先か。どうすっかな、この辺りに立てといて。よし、多分来ないでしょう。大丈夫だと信じるよ。石壁さえできれば。で農場をどっかで作りたいってなるんだけど、あるんだよね。農場はあるんです。これでしばらく防衛は大丈夫だね。さあ金をよこせ。プラスの収支に持っていかないといけないからね。と言いながら無駄遣いをしていく。
こっち完成しそうだね。よし、はい、行け行け行け。あ、やばいかも。ほい、撃って撃って。あ、痛いかも、ちょっと痛い。よし、OK、 さあ行こう。次30日だからな。あ、やばい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 。30日ってのがまたね、早くマイニング終わらせたいね。一気に進んでいこう。この先だな、伸ばしていかないとね。多分こっちの方はそんなに。テスラタワー完了。よし、あー見えた、鉱脈見えたよ。よし、こっち側は敵来ることないからここだね、防衛は。よし、コーダミッキー、あー来たね、壊しに来たわ。やめなさーい。よし、1個完成したね。結構来たな。まあ踊りみたいなものだったんですけどね、ちょうどここだな、ここで防衛ラインですね。このバリスタはいずれ壊します。こんなもんかな。ここも取れっちゃ取れるけど、ちょっと余裕ないね。ここでも食料は取れるか。よし、とりあえずここ倒しとこう。バリスタ置いちゃえばとりあえず安心だね。よし、問題はこっちも来るかもしんない。大丈夫か、来たら来たらだな。これからこういうとこか、急げ。これで下からの防衛についてはここで抑え込むことができますね。結構来てっからね。で、農場が完成した。よし、 OK。 さあここの完成を待てば。こっち行けるね。よし、この
の先も一応防衛ラインとしては引くことができるんだな。よし。ほい。あとマイニングするだけか。マイニングするだけならちょっと一人置いといて、他のメンツはよし。で、ここテスラタワーつなげときたいね。農場が確保できる。で、お家が建てられると。はい。木がなくなった。よし。ちょっとこっちの方に伸ばしておくか。入りきってねえかな。ここに置くか。これであとは上に向かいたいんだけど、上向かうか。採掘場を3つ確保するぞ。よし。完全にこういう感じよね。これでいけるべ。上向かっちゃおうか。いやー時間かかんね。テスラタワー完了で、あとはこれが作れれば OK でしょ。これあ、これじゃね。11か。増やしておこうか。さて、人口いくらだっけ。700人だっけ。700の2000ね。これでまた増えるね。よし。で、食料はそんな困ってないんでしょ。問題はテントあとどこに建てるかだな。あんまし建てたくねえんだけどな。まあでも微妙だな。逆にこっち建てちゃうか。よし。何かあった時はやばいですけど、まあ、ここまで防衛に使うことはない。ここら辺まで防衛使うの、まあ、ここの前にもさらに建てれるしね。で、あれ、ソルジャーどこ行った。全部上か。切り開いていこう。コロニーが攻撃受けてるだって。
え、どこにいる？なんかいる？あんかいる。あれ、これの方がいなかったっけ。うわ、いるな。ちょっと一人行ってもらおうか。うわ、最悪。どこにいた？想定外、どこにいた？ここまずいのかな？敵が出てくるなんてことありえる？ここに見張り場置いとかないと怖いことになっちゃうな。この子に見張り場になってもらいましょう。頼んだよ。25日。ちょっとこのぐらい人数欲しいかな。で、結局はここにも必要になるってことよね。うん、こういう感じで立っとくか。ちょっと倒しとこうか。危ねえな。下隠れてっから。よし、オッケーオッケーオッケー。次絶対上来ると思うんだよな。で、ここは正直安全ラインだけど何もできないから、下手にいじんない方がいいような気がするんだよな。とりあえずこっちだな。ここに来るから。よし、抜けらんないようにね。よし、あと3つだね、マイニングは。で、ここ。よし。さあ、おいで。結構いんのかな。1115まで来たね。結構な感じではあると思うけど。問題は、こっちまでテスラタワーを引っ張ってこようか。で、どこにクロスボウ置くかだな。700人はね、思いのほかいけると思うんだけど、マイニングの場所まで進まないといけないよね。結局のところ
でね、地味にここが危ねえんだよな。大丈夫かな。よし、コテージ食料なくなったね。農場ここ建てれっから。人口の到達は大丈夫そうですね。あと1163を2000以上にするんでしょ。こう危なくないところからやっていきたいよね。さあ通して兵士増やして、でバリスタをここら辺に置いときたいかな。30日までにここら辺の清掃が片付くか。はい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 、よし。ここだね。よし。正直こっちがどうなっていくか分かんないからね。こことここが行き止まりだったらもう文句なしこっちなんだよね。今までと同じであれば多分行き止まりな気がするんだけどね。こっち側から行こうか。一応怖いからで、農場作れんね。食料64、まあいくらでもここら辺でも釣れちゃうけどね。人口を増やすのは余裕でいけますね。で、発電、これだな。これもあんまし関係のないところに置きたいな。ここ危ねえかな。これにしとこう。1118。 OK、 行き止まりっぽいかな。いけ、倒せ。君たちならいける。これ行き止まりっぽいな。行き止まりっぽいですね。よし、あとお家どこに建てようかな。ここもちょろっと建てられんね。電力なくなった。どっかで作ってるよね。よし、さあ行こう。28か。どう来るかな。こっち側は一応片付けたつもりだけど、とりあえずテスラタワー引っ張っていっちゃおうか。よし、でこの上は通路になってんのか。これっぽくねえか。ここっぽいかな。そうすると
から食っかな。どう守ろうかな。とりあえず人口はまだまだ増やさないといけないんだけど、28か。どこに作るかだな。正直、ここは潰しちゃっても問題ないじゃない。その代わりここら辺にお家をちょっと建てさせてもらいます。よし。OK。こんなもんかな。お金使っとこう。あの上が、マイニングするところは右か。そう考えると防衛ラインここだね。ここら辺。方はもうちょっとこっち側も引く必要があるね。ちょっと間引いとこうか。多分ね、上来るんじゃねえかな。あ、攻撃されてない？いや、どっからだから湧くの。ああ。どっかにいんだよな、こうやってな。巡回要員をつける必要が出てきちゃうんだよ。ちげ。まあ、守りの要因になってくるから絶対ここ必要になるよね。で、採掘。290ですね。これ出来上がるの待ちましょう。で、さすがにもういないだろう。よし、撃って撃って。こんなもんかな。多分ここだよな、来るの。イメージ通りならしっこち片付けとこう。よし、また食料がねって。食料がないか。テスラタワー建てればできるさ。よし、テスラタワー完了。で、こっち側テスラタワーだね。はいはい。で、もう一個プラスでこういう感じだね。よし、何もありませんように。で、あれ、ここは
鉄が取れるだけじゃない？ああ、ただの鉄のマークだった、これ。お金のマークじゃないわ。騙された。なんだ、1500いったね。こっち側は比較的安全だよね。まあ、だからこそお家を建てちゃうんだけど。よし。三巡地だね。来るぞ。どこに来るかな。個人的には守るとするなら、ここでの守りと、ここでの守りだよね。こっち側からね、お金の採掘の方行った方がいいような気がすんな。こっから。そう考えると、エネルギーが必要。間に合うかな。西。こっちか。やべ、シリが反応した。こっちってなると、多分ね、上は来ないと思うんだよね。上は来ないとは言ったところで、西って聞くと多分ね、ここになるから、これぶっ壊されちゃうんじゃねえかな。よし、戻るか。多分だけどね、ここだと思う。風車急げ。こうだな。まあ、テスラタワーの建ててる位置がちょっと悪いよね、あれ。敵がどう来るかにもよるけど、一人は釣り用で欲しいね。で、殉職する可能性があるから、3人ぐらい準備。ピンポイント。そうすると誘導したいな。誘導するか。下に誘導しよと。数人に分けるぞ。よし、一応完成はしたな。あと、こっちの防衛は。分かれたな。さあ、どうなるか。手前から食っていくでしょう。こっち食えたな。よし。さあ、どうなる。
張っていきましょう。倒しきれるかな。破られてんね。君たちならできると信じる。電力がないのか。電力ないのか。あれ、どこやられた。結構きついんじゃない。大丈夫かな。持ってる。よしよし、持ってるかな。下がちょっと怖いな。念のため、念のためよ。よし、倒せ倒せ倒せ。しっこし倒しきった。急しろ。テスラタワーが復旧すればなんとかなるか。ああ怖い。なんとかなったな、多分。よし、復旧した。危ないね。いやー、派手にやられた。電気がやられたらもろいことよ。ここやだね、攻められると。テスラタワーいくつかいろいろ建てとかないとやばいね。次42日目。で、食料だっけ。正直ね、こっちは来ねえんじゃねえかな。604。とりあえず向こう直してる間にこっち行こう。よし、ババリさせとこう。よし、でこっちの上もテスラタワー、ここで防衛だよな。やっぱね、ある程度ちょっとはね、重複させておいた方がいいかもね。ここらへん。ここは特に危ねえわ。あれじゃまずいかも。あれ建てられるかな、大丈夫かな。ちょっと心配だな、壊れちゃうかも。ま、壊れなければ。と、戦士こっちの方置いとこう。農場完了。電力足んなくなりそう。よし、大丈夫かな。バリスタ上は OK だね、とりあえずは。早く石壁にしたいね。
あるいはスナイパーが欲しい。よし。で、こう伸ばす。こう伸ばす。で、新人レンジャーどこ行った？新人くんは？新人くんちょっとこっちにいてもらおうか。偵察しといて。で、ここはここでこういう感じになります。人口の700に関しては多分もうある程度いけると思う。あとはね、ゴールドのあの2000を達成する必要がありますね。だ、ここはもうちょっと前でね、迎撃入れとかないとやばい。よしよし。で、お家ね。よし。とりあえず立てるだけ立っておこう。人口は700人。あとはゴールドの収入をどうするか。まあ余分な施設を省いていくしかないと思うけどね。収入が2000でしょ、結構きつくね。右でどんだけ取れるかだな。さて、コテージ完了1434。はいはいはい、おっておって、1528。どうやって増えるかな。ここでも増えても、うん、家増やしていけばどうにかなるか。まあとりあえず敵を倒していきましょう。さあさあ、この間もったいないから、建てれるもんは建てとこう。はい、よし、建てれるもんはね。1528、この埋蔵量がいくつかだな。さあ撃って撃って。逆に言うとどうだろうね、こっちの上の方来る気配がなければありがたいかもしれない。どうでしょう、ここ掘るとこあるでしょ。上から来ないのでは。いやー、なんか来そうだな。行き止まりじゃなさそう。完全にね、こう壁になってればね、来ないと思うんだけど、来ないかな。あ、これ来ないっぽいね。なるほど。じゃあこっちはテスラタワー伸ばすだけかな。ああ、多分来ないね、こっち。テスラタワー伸ばすだけだ。
そう考えたら、こっちの安全確保しようか。とりあえず。逆に言うとバリスタいらないってことよね。ここ。まあ最後の方に壊せばいいかな。よしよしよし。で、食料が足りないということであれば、ここも活用していこうか。よし、テスラタワー完成させて。完成したね。こうだな。さて、駆除していこう。そうすると必要のある場所、必要のない場所ってなるね。ちなみにここら辺はアップグレードしとこう。で、発電機をよし、これに立っておこう。さあ、敵を買っていこう。いいよいいよ。よし、テスラタワー。ちょっと届かねえな。固定時間料1510、収入全然増えないね。しついてこっちの下を見回ってもらいましょう。さあ、マイニングしていくよ。結局最終的に収入増やすにはテント建てマグネードダメか。風車小屋完了。よし、採掘いける？ないか。もしかしてさ、やっぱそういうわけじゃない。真ん中が一番やっぱ取れるよね。それ以外の場所も取れましたとかそういうオチじゃなくて、一番取れる場所がそこだったんだよね。よし、42、あと5日間あるね。今んとこね、東から来られるとやばいんだよね。ここ。多分上はもうないから。上はないからこそ、こういう形でやっていくけど。280。よし。結局防衛ラインをね、ここら辺で築く必要があるよね。ちょっとここら辺を片付ける必要がある。で、ここら辺にテント並べてっちゃえばいいんじゃないかな。ゾンビは来ない。
よし。立てれなくなっちゃった。ここも2つは2列はいける。よし。人口これで700は超えるね。あとはゴールドの2000をどう達成するか。採石場で1786まで伸びた。まああとは最大化していくしかないと思うんだけどね。建物を。こう建てんのとこう建てんので、ある程度削ったはずだけど。よし。さあ削って削って、okay. 最初東行ってた時こっちから来たんだよね。こっちが来るか分かんないけど防衛ラインは築く必要あるよね。上は多分ね完全にこっからだと思う。そう考えるとここも電力を供給できるようにしておきたいよね。両左右。よし、連れてきたな。で、バリスタをここに作るしかないね。で、食料がないのか。64。よし。1778か。どうだろうね、いけるかな。地味にきついね。これ以上掘るとこないもんね。1898。なんか増えたな。列車が駅に到着した。なんか勝手に増えたね。そういう能力でもあるのか。よし。よし。現状はこうするしかねえかな。で、ここら辺からの供給にして、はい、1863いけるかな。42まであと4日。やっぱこっちの上は来そうだね。行き止まりじゃないもんね。来るな。最終的には来そうだな。さあ、とりあえず敵の数を減らしておきましょう。2つ立てて、でテント立てて収入増やしていきましょう。
で、下手に前に出る必要はないかもしんないね。ここはここで防衛ライン気づいて、ここはここで防衛ライン気づいちゃえばいいかな。で、ここら辺テント立てて収入増やしましょう。底上げ。42日を乗り越えればあれかな、列車が駅に到着。風車完成した。いや、立てれない。よし、大量に立て始める。食料切れ。さあどうなるでしょうか。ちょっとここ脆いよね。よし、さてどうなるかな。1832がテントが一気に出来上がればゴールドの収入が16個できれば増えるかな。1900ぐらいに突入してほしいところだけど。よし、ベテラン行け。で、食料が足んないんでしょ。供給がない。18、15か。うん、まあまあかな。ここら辺に行けるね。行けるけどちょっと待っただな。ここら辺で防衛ラインを築くということであれば、どうだろうね、こっち来ねえんじゃねえかなと思うんだけどね。一応わかんないからね。これで狩猟小屋もこんだけここに作っちゃえば。さてどうかな、テントからの収入が。人口は700突破してるね。あとは2000ゴールド生産量。バリスタを建てるたびに20減っちゃうか。まあ正直ここのバリスタいらないと思うんだけど、ここ壊しちゃうか。よし、1841になった。でゴールドプラス2になるんだよな、収入が。あ、でもそれだとテント建てた方がいいか。たかだかプラスになるぐらいだったらね、うちでテント建てさせていただきますって話で。し、大丈夫かな。はいはい、こんなもんでどうでしょう。1969、列車が駅に到着するとあれか、運んでくるんだな、ゴールドを。それで増えてんのか。40になるな、もうそろそろで。そろそろだね。そろそろ割としっかりめに
ここら辺も防衛作っとかないとまずいな。ほい。あと木材足んね。いけ。撃て。さあ片付けろ。よし。やっぱあれかな。でも石壁欲しいかな。バリサで戦うにしても。石材が今余ってもったいないよね。よし、可能な限り倒せ。ほい。大丈夫か。あ、ちょっと数多い。数が多いね。足して。お、意外といけるね。殲滅力あるわ。はい。で、これに立てるのがいいんだけど、まあこっち側は前科があるから、攻めてくる前科があるから、下も絶対ここ来るよな。ここが一番の問題だな。ここもやっぱここにバリスタ配置しときたいね。あれ、達成しちゃったね。あ、そっか、守りきれじゃないからか。よかったよかった。はい、ということで無事にクリアしました。巨人の里なんか出来上がったね。よし、来た。商業で銀行欲しいんだけど。長距離ライフルてかスナイパーさ、いた方がいいんじゃないのこれ。ミッション開始時の追加ユニットスナイパーってことはさ、多分だけどスナイパー作れるようになるんじゃないかな。医学リサイクルか。特にだな。基本供給プラス 20% アップ。軍事訓練、防御障壁。ゆくゆくはやっぱりこっちの方行きたいよね。ちなみにこれ取れるってことでね、取れるんだよね。そうすると石のゲートしかないの。こっちが石の塔、石の壁行くまで相当時間がかかるけど。いやでもね、スナイパーいた方がいいと思う。商業も欲しいけど、商業よりも銀行の方が欲しいかな。今そんなね、あれ、困ってないんですよね。だから、ライフル、ソルジャーのアップグレードはいらないかな。ソルジャー使わないし。これなんでしょうね。ワンダー、サイレントビボルダー、望遠鏡、新しいユニット、スナイパーって書いてあるけど。ちょっと待って。うちゲーは。こういかないと、スナイパーはゲットできないってこと？どうしよっかな。
石の住民必要か、すぐ今何必要、正直クリアするならスナイパーは欲しいよね。次のターンだな。ということでね、今回はここまでにしたいと思います。次回はとりあえずナローパスの方をやっていきたいなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。